ほら、持ってきたぞ。あ、ちゃんと出るんや、やっぱり。うん、渡すっていうクエストやったら、ちゃんと、あ、そう、こうやって出てくれんねや。そういうことね、ジョーク。絶対ちょっと唾液とかでべちゃべちゃになってそう。確かに。恐竜の。まあ、1000円もらうんやったらいいか。全財産1万5000円もんな。10月分の1もらえるって考えたら。まあね。いらっしゃい。ええの変えただろ。このマップっていうか。はい、こんにちは。ここで買った武器使ってる人はおんねやろか。このゲームやってる人。いや、やっぱそう、いないと思う。いいの変えただろ。絶対、弱。弱いし。考えた方がいいと思うけどな、うん、強国ってないよな。なんたら強国ってないよな。うん、あ、これそう考えない。警告やもん、これ。このバカ。変異ばっかしてるわ。で、ミッションを設定しとかなあかんねんな。じゃあ、あとでこれもいかないかな。ああ。これもまあそこも、いや、うん、まあ、うん、そこまでむずいもんじゃないから。これもすぐプレイできた気がする。うん、まあ、どこもちょっと探さなかった。で、まあ、この3つはもう、やる気なくなる進行でからやらんとして、まずここをクリアしつつ、レベル22で倒せたいけどな。もう書いてないよな。まあ、進んでいったらわかるんだけど。じゃあちょっと一回、うん、強い武器がゲットできるミッションの方に行くわ。連戦やねん、これ連戦やねんけど、うん、それなりの門がもらえるから。へえ。いや、ちょっとずつ上がっていく。任せて、任せて。これか、これ使っとかないと。わかったよ。わかりました。両方。これあれで、この F 制かな。一生あってここに。めんどくさいけど。さあ、クエストですから簡単なんですけど、こちら虫やから。虫そんな強いことすごいんだから。なんかあったったね。いや、もう前回ゲットした装備のおかげでスキルの回転率が速いわ。でも体力見てよ、体力。連続さえ一中なんで。行こう。
張れないかもな。絶対の属性にも使われる。オーバルストライクで飛ばされた際は、なんていうか、モーメントバイト、モーメントバイトで敵のスキルに勝つ。それが3体おって、確かあと1回あったはず。ただスキル発動できるときも防具の効果でスピード吸収できるから、スピード上げられると思います。ブレイクカウンターとか使ってる人おんの？使わんっていうか、あれあれな、1個の武器種で全部のこういう貫通できんじゃなくて、言うじゃん。1回しかコマンド押してへんけど、あれ実はスキル3回使ってるから。で、この虫が15やけど、ふざけんなよって。カツカツか。まだスピーチャージもあるから。なかなかここで勝つというか、完成しつつ、長いね。あと何て言うかな、じゃあ体力が半分以下になったら新しい行動パターンがあるとかでもないから、これをひたすら続けない。リボルバーを仕事するしかない。火ためて、火でスターバックスの人が一番強いのかもしれない。つい言うこと違っちゃう。わかった、わかりました。ブレイクでもしたら、ブレイクゲージが溜まって、リスタート使えるからいいかも。ここで決める。これもなんかチェーンバーストあるやん。これをなんかやると強くなるとか言うけどな、なんかダメージ食らうとか言うけど本当なんかな。リコリスの時はチェーンバーストでなんていうのを連携することで全然ダメージ違ったもん。それはなんか今回はチェーンバーストを組めとか何も言われへんから、そこまで。あ、いや。全然減ってないで今の。
1回目がチェインバースト1で2回目が3やったんで早くいいかこれあれですね強くいいめんどくせえ。リコリスと違ってさ、スキル4つ使って初めてチェインバーストがいっちゃう。全員でスキル使ったら、ほらほら、連携したら連携するほど上がっていって、1人でだって1人じゃなくて2人でなんかチェインバーストちょっとじゃない、なんか、まあ、確かに上がってる感はある。上がってると思うけど。でもな、このレベル15ぐらいになったような、ここのクエスト行くことを思うと。回復さえしっかりしとけば、うん、ありがとうもうね死ぬことはないと思うね正直まあねだって死ぬことはないからだからこの探偵君のな友情がちょくちょくダメージ受けてるだけやから、点数もうちょっと多くて分かってる基本こうやって SP 回収しつつドリブルから伝わってるバフが切れたらバフここで決める多分これをやることで多分無理やりチェインバーストを上げてんやろか、おそらく一応これ全員のな、フォワードだったな、フォワードだったな。大技何回使わせるのっていう。大技を使うことが悪いじゃなくて、大技って何なんていう。で、まあここまで戦ってさ、もらえるクエストがさ、クエストというか経験値がさ、めっちゃ多いとかやったら全然いいよね。
ピコリパー何分ぐらい戦ってた ?3 分よ。そんな短いっけ、もっと戦ってた気がするわ。なんかいや、これだけだよ。あの、でっかいやつだけ。あー。10分ぐらい戦ってたイメージ。お、でも、スキルもついてるし、意外だついぞ。でっかいやつだけだったらそれぐらいいっすか。5分ぐらいいったかもしれんけど、全部合わせたらもうちょいかかってる。うん。それがしんどいねんな。だそれこそ10分くらいかかってるのじゃない、もしかしたら。こういってるか、8パー。いいや、ちゃんと強い。ちょっと経験値を捨てて、うん、これを装備させようかな。これ、強いんやけどさ。うん。弱いんや。でも強いければいいんや。経験値 10% 上がるだけで。あ、まあね。なあ、これでちゃんとつけてたらさ、攻撃力爆上がりやからさ。今380ダメージ値だけ見ると314から380差しになるからさ。おー、70以上。なあ、さすがにこっちでも強いやろ。マッチやろ。さすがにやってるやろ。とりあえずレベル15まで上げて、うん、まずあの雲殺して、うん、で次ここ行って、うん、で最後にあのレベル30まで上げたを勝てるようになったら、あのさっきのゴーレムのさ、うん、ってやん将軍、うんうん、ゴーレム将軍あそこに行って、うん、あれだ、あの将軍10回殺せば、うん、あれがもらえるから、スキル付きのお守りもらえるから、タイミングを取って、で、行くと、それだけで、あれゲームです。その人も一人できる。マジで、まあ、このゲームあれですからね。装備ゲームです、レベルゲーム。さあ、始めようか。まあ、それ装備でもさ、レベル高かったらペアできる。それがいいのか悪いのか分からへんけどさ、いいねなの。よし。で、多分毒キノコがここにおるから、もらいたー。君と一緒に負けないよ。うん、これのシステムの飛びじゃないわ。素材のシステムもな、なくなったもんな。まあ、なんか、どっちもおってやったかな。その時装備あった方が、ドロップ品あった方がさ、やってる感出る。まあまあ。一応な、アイテムのあれ、必要な時きだ。うん。カラコ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 。お？ちょっと良くない？うん。これあれじゃん。まあ、無知やったよ。うん。けど。あれだ、そっか。回復系か。もっとなんか、もっと強いやつかと思った。バフ効果時間も怖い。あ、でも 10% か。なんか意外と悪くない気がする。うん。よし。あれこれってあれやんな。ああ、これやんな。さあ、6ぐらいだっけ？なめくじぐらいだ。出ない敵ではないやろうけど、まあな。一瞬だけちょっとやる。ああ、ロケットマン。負けないよ。何やってんのあいつら。このアリが、アリを戦う、アリを食べるっていうモンスターに設定的に。ああ、そういうこと？設定的に。そういうことね。600万ですらさ、そのラスボス自身にさ、すぐ倒せるようになるってわけじゃないからな。あ、絶対に解いてはいけない。封印を外にして、解いてもダメよ。
クリア。それ、よし。ナメクジぐらい。ナメクジぐらい、ナメクジぐらい。なんか派手なトカゲって言ったら、ね、色の派手なトカゲ。邪魔やはん。ちょっと、あーや。今邪魔やなこいつ。完全にハマった。こいつ邪魔やな。絶対に解いてはいけない、全部揃った、うん、123の封印するとこ、なんかこうあのさっきの封印するところで行って、うん、あれを全部はめ込むと、うん、レベル30ぐらいのボスが出てくる。あ、おっと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 、さあ、始めようか。リボルバーと同じような使いやすくて、逆にこれ以外のものは使えんじゃなかった。うん、あれ持ってきたぞ。燃えの料理を再現できる。確かこれ本当に料理作ってくれねた気がする。うん、あ、そう。さあ食べてみてくれ。毒毒力出る炒め。噛めば噛むほど旨味が増してる。この話いるって思う。どっか先の子を好んで食べるんだ。キノコぐらいは毒のキノコの子を養分に変えると、うん、さっきのキノコぐらいか、あれやな、キノコぐらいをナメクジぐらいが食うから、うん、その通り。それにさ、それで大きいがやるってわけさ、複雑な、複雑な旨味ってなんだ、なんか美味しくなさそうじゃないか。確かに。広めてみろ。で、確かこいつあれやった気がする。あの、その、この毒毒力出る痛み打ってくれるなって、なった気がする。あ、そうなんや。ルボスにしてくれ、頼むから。まあ、そうか、これね、一番下に、ほらほらほら、ドクドク力出る痛み。しかも、たっけえしな。わかる。まあ、あと、なんていうの、シンプルに、別に強いわけでもないし、弱いわけでもない。シガールの肉が一番強いかもな。ダメージ加算20%です。あったこれな。あとこの暗黒パンな。暗黒パン強い。このリジネがあるから。あ、これ1個買っとこう。1000円。パン1個1000円。赤？赤ないか？おかしくないか？効果範囲 30% とかも意外と強いな、意外と。普通にうまそうじゃないこの串焼き、うん、腹減ったわ。
料理もな結局なんていう無限に続くわけじゃないやんか。まあね、アイテムでどれぐらい続くの？30分ぐらいじゃなかったかな。ほらアイコンに出た。あー出てる。それさフリストってどこで見えたっけ？時間変えてないの？あった。あ、ほら。ほんまや。1800秒。30分。まあ、30分ならリジェネがずっとついてるって考えたら、まあ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 って感じよ。うん。君と一緒なら負けないよ。こういう中ボスとかを倒しまくるのが一番レベル上げに何やろか。宝箱も持ってるやん。いやでもあかんよ。さあスキルはどんどん増幅していくから、うん、ゴーレムのな将軍のお守り対決できればな。だいぶ早く倒せるんだったわ。10万ぐらいに来てたら。あ？手袋。スキルがついたらな。確かに。毒もクリアしたし、レベルも1上がらへんし、これやな。うん。ビゴレスト三冠地。これやねこれ。ああ、じゃあこれか、これか、なんかこの辺にあった気がする。どこやったっけ。だからここ行って、こっちか。ゴムキンバーナーだけ倒してパッと、そこまでついてきてないな。これ何？これ、うん、これ割れよ。あれか、どうか、そうそう、のほーん、なんていうか、タクティカルアーツを自分で、そう、なんていうのかな、まあ、そう、タクティカルアーツをのパネルを1個もらいましたってだけやな。だから、あの、まあ、これのいいところっていうのは、スキルポイントなしで、あのスキルを発動できる。だから、スキルツリーでスキルを解放してなくても、あれをやることで、無理やりスキルのを解放してくれんねん、あれ。あ、そうなんや。そう。だから、全然悪いわけじゃないんやけど、ああ、こういうこと？そう、こういうこと。ああ、そういうことね。な、本当はこうやって行かなあかんのに、これ本当にいい、うん、いいやつもあるけど、うん、何て言うかな、結局さ自分で全部解放するやんか、まあ、結局な、うん、あ、これこれ、覚悟を決めて始めよう。しかも着地からあってさ、最終的にな自分でカスタマイズできるからさ、あれをやったところっていうのは、まあまあ、もらえる方はなんか割とそうなんだから、もらえるだけもらっといて、ストーリーが進むことで変わってくるから、それからより詳しくセットできるんだけど、
で、うん、あれはもうそこ解放してる、解放してるはず、うん、してなかったらごめん。いや多分してるんだな、これがいろいろあることは。ね、下も早いな。そうな、ここに、さっきのウグモメキバナの花を使って、うん、ご飯作ってくれそう。またご飯、またご飯。でもあのモンスターも地味に無限湧きやから。あ、そうなの。そう。まあ他の、あれかな、他のとこ行かなあかんけどな。まあちょっと時間経ったらまだ復活するから。まあ、気が向いた時にどんどん倒して、うん、でこいつにいっぱい作ってもらうっていう。こいつ。やるじゃねえか。ゴーニュー、アサリパン。でも、ゴメキバナの果肉ってさ、多分植物やん、こいつ。なんなんやろ。チーズと野菜のハサンドイッチって感じなのか。かもな。でもこの、ヨーマの剣が強い。これをゲットする前やったら強かったな。ああ、ほんとに。初期装備、この強化できひんのかな、うん、確かにな。それやったらさ、あの、このスキルつけといてほしい。夜空の剣とかさ。これ誰が使うの？それがかっこいいのにさ。なあ。これもダサいわ、ダサいっていうか、まあ、一般兵が持てそう。よし、終わり。